西口新旭駅は、滋賀県高島市新旭町旭にある、西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は、JRB15。高島市役所の最寄り駅であるが、官公庁の中心は、隣の近江今津駅の周辺である。湖西線開通前の1969年まで、付近を走っていた江和下鉄道にも、同名の駅が存在した。詳細は、新旭駅を参照。ホーム相対式ホーム2面2線を持つ高架駅になっている。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。ホーム有効庁の延長工事で、現在は12両編成の新快速が停車できるようになった。改札口は1カ所のみ。片田駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅であり、ポス端末による発券対応を行うが、朝と夜間は無人となる。ICOCA利用可能駅であるが、自動改札機はなく、利用時には改札口備え付けのカードリーダーを使うことになる。日中時間帯は1時間あたり2本が停車し、そのうち1本は新快速である。新快速、快速ともすべて停車する。日付が変わった直後に、京都を発車した近江今津駅行きの終電は、当駅への到着が1時過ぎとなる。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。駅舎手前は七川祭の銅像湖西線開通時に、旧の新木村と相葉村の境界付近、江和下鉄道新旭駅跡と相葉駅跡の中間に設置されたため、両隣の駅周辺と比べると、建物はまばらで、大変寂れている。ありがとうございます。